国尾です。今日はハロドリ4回目。ここについてお話ししていきたいと思っております。えっ、ー、と、このチャンネルではいつも通りなんですけども、ハロープロというのを毎週のように、毎日のように、えー、と表現していって、ハロドリはもう責任持ってやるけど、えっ、ー、と、タイムリーな感覚とコメントも大歓迎でお届けしていきたいので、チャンネル登録の方もぜひともお願いいたします。おいしい、いっちゃいますか。ね。4回目の解説していきたいと思っております。大きく今日も3つです。 えと研修生を4人、うん、メインにした回なのでその4人についてっていうところと現役メンバーの対応みたいなところそれと最後にこの番組の意味する僕なりの見方これを3つにまとめましたのでお付き合いくださいえっ、ー、とねじゃあ1人目山田一五山田一五ねデビューが目標ですという発言から始まるんですよで僕これは危ないなと思っていて目標をデビューにしちゃうと次というところっていうのプロの世界ですから そこと一つ差が出てしまう、まあこれしょうがないのかもしれないんだけれども誰かが言ってあげるのもいいのかもしれないななんて思いました。ねですで一人,一人でやっているシーンっていうのは結構フィーチャーされるんだけどもそういうのも取り上げてくれるのは一個チャンスなのでもう全然頑張り出していけばなんて感じました。 で本人いわく歌っている時に肩が上がってしまい姿勢が悪くなるで姿勢を良くして落ち着いて歌ったり踊ったりねで手足を生かして活動していきたいみたいなことを言ってるんですよ、まあ、1 6 9センチという身長らしいので、まあ、女性は相当大きいですよねこの,この気持ちはすごくよ,よくわかりますであと画像の中ではちょっと北原ももを軽く部下につけてるようなシーンがあって、まあ、そこは面白かったです <laughs> ままあ話戻しましょうで「可愛かったところどんなことかな?」なんていうと曲に合わせて歌うのがすごく苦手自分のソロだと緊張しちゃうので直していきたい今年の1年はダンスも歌も誰よりもうくなっていきたいというねそんなこと言ってたんですけどただね一個昨日も動画で特集しましたけど浜浦彩の浜ちゃんですねで浜ちゃんから何かしなきけど歌唱指導を受けたらしいんですよね。まあ、それがいいのか悪いののかか悪 皆さんの考える答えが答えですねえ面白いねこの辺が。えでもまあやめないいこの辺でいいかなあ僕が思ったのは彼女自身というのがもっとスキルっていうものをや磨きたいのであれば、えー、目標になる曲「ハロー」でも「ハロー」以外でもいいので歌ならば歌のプロフェッショナルダンスならダンスのプロフェッショナルこういうところを相談していく過程で誰かに教えてもらうそしてもしくは自分で探究していくこれやるとだいぶ違うと思いました。 じゃあ続いて2人見いっちゃいましょうえっ、ー、と為永紫恩僕これすごく収穫あったんでこの回はタメナガシオンをし深く知れただけでよかったですでどんな子なのかちょっと細かい数字も振り返っていきたいと思ってます彼女は2004年の2月9日生まれ血液型不明の、えー、長野県出身ということですでトークの間も声もいいですしあと表情とか目の位置っていうのは研究している感じ受けましたね なんかその辺がちょっと人より違うっていうところを発見できたのがまあおたくさんある収穫の中でこれがとても大きかったですねまあ本人曰く今年に関しては勝負の年で常に全力で誰に見られても恥ずかしくないパフォーマンスをできるようにしたいっていう話でしたいいですよねいいですよなんてなっちゃってでせっかくですからここでハロメンどんな感じの同級生なのかというところをダダッと紹介していきましょう えー、6月7日生まれが西田しおり江口さやは8月1日太田遥10月21日笠原桃奈10月22日、えー、と伊勢レイラ良1月19日北川梨央3月16日という感じのまあ面々が同級生になるわけですよまあキララより年上ですから当然焦りもありますよね。ねで 本人曰くたくさんの人を笑顔にする人になりたい目指す先輩は岸本ゆめのこうおっしゃってますうん僕これいい目線だと思いますで理由は研修生よりも元気な挨拶をしていて目指す先輩にとしてはやっぱそのみんなを元気にしてくれるっていうところで感銘を受けたっていう感じなんでしょうねこれ良かったなうんであと人に教えることで 自分が学ぶことが多いってことに気づきがある気づいている人っていうことですよね。これ本当そうだから。いいな。でパフォーマンスで差をつけられるように頑張りたいというのが、まあ、今年の1年ということでございました。うん、僕のじゃ考えを付け加えてシヨンちゃんはこの辺にしようかな。えー、っとね彼女発見があったと最初に言ってますけど。 一番いいのは本人が見ている目線ということと他人が見ている目線というところの差に気づいていてでも自分がまだ見ていく自分をどういうふうに見せていきたいそういうシーンというところへの決めどころがないまああとでなんですけどねこの番組の中で質問をしてるんですねキキちゃんに。キキちゃんちょっと的外れな回答してるんだけれどもあのカメラ写りが自分が悪いと思ってるんですよ。 しおんちゃん、それ言われてみればそうだなと思うとこも、俺も気づいてたんで、この客観の目線の強さっていうところは、僕、次回以降、ちょっと注意して見ていこうって思いましたで。キキちゃんは結構的外れな回答してるんですけど、まあそこも可愛かったってことです。はい、じゃあ次いっちゃいましょう。次はね、えー、っと、あれだ、手紙手紙手紙,手紙もらってたんだ。あのー、小野か林。ファンレター小野鷹林。 ジュさんュでファンレター読んで、えー、これから頑張ろうって気持ちになるとでそこの一連は、まあ、これぐらいしか取り上げるとこなかったのかもしれないけど小野田かりん今のままでもハローウォーター受けする可愛さ持ってるんで売り方知ってんなっててな僕は思いましたよあとタップを幼少からねたしなんでいるらしいんですけどその感者僕はあんまり受けないんですよね でリップロールシーンは超可愛かったです、えー、本人曰く初めて見る人もかっこいいなと思う人になりたい大丈夫でしょう,もうこの辺は今いろいろ言うことじゃない気がしますまあ僕はおなかにこの辺でいいかなと思いますで松原ゆりや同じく中1ね同い年ですねで母がベラルーシ出身ねで二角をランスそうなんですけどこれ多分 ロシア語かベラルーシシ語語なんでしょうねでロシア語の場合はちょっと展開ウラジオストックに行ってみたり <laughs> あるかもしれないけどベラルーシ語の場合だとウラジオで喋られてないだろうからねえまあどうウラジオはまあ関係ないだろうけどまあどうすどういうふうに発展してくるのかってところこれは面白い注目するところかもしれないですね。でまあ本人曰く目標はダンス歌を上達しデビュー。まあこの辺は全然それでいいでしょう。 ね、それだと緊張しちゃうっ、ねうん、まあそれさっき言ったかね <laughs> そんな感じがまあ一つで、ね、一つ目ですかねじゃあ二つ目いっちゃいましょうかね、まああごめんごめん「ひなフェス」の映像流れたんだ本編の中でで「ありがた迷惑物語」と「やっちゃい55」の2曲やっててまあ一連の3回目までのハロードリ見てたらここにたどり着いたのがこの後じゃないですか それで見れるもの気づくものっていうのは多かったんで、まあ、これは注目してもし見ていた人なんていうのはひなフェス見てみるのも今と,見て今となってみてはおーって感じですねはいじゃあ2つ目いきましょうで現役メンバーの対応っていうところに行っていきたいと思います現役メンバーはフクちゃんとカエディと小田さくらとそれでキシモンとキキちゃんだったんですよねこの5人があのいろんな意見を言ってくれてるんですよで、まあ、楽屋的なシーンがあり今回は 岸本、えー・キキちゃんがあ対応してるというところこれが興味深かったんでここいきますで亀永オンちゃんに対してさっき言ったんだけど質問が早いのもいいしなんつうのここの前のめりなところっていうのが具体化されてるんですよねでそこにキキちゃんと岸本がむしろちょっと具体的なこと答えられてないっていうような雰囲気感じましたで山田一五も質問してんだけどやっぱキキちゃんがちょっとずれてる回答っていうのがあるんだよ これは何でかといったら山田一吾自体が聞きたいところっていうのが自分の直近のことなんだけどすごく先の話っていうのをしちゃうのがききちゃんとか、まあ、キシモもそうなんだよねこの辺がスリルがある方ともう,う現役で椿ファクトリーというタイトルを取っている中とっていうところの温度差を感じたあたりがあってこれ最後にキシモとキキちゃんが喋るところで言ってるんだけど彼女らねそハマちゃんとかもそうだけど 現役時代のメンバー対研修生だった時に話す機会がなかったって言ってるんですよ。なのでハローのメンバーになってからも挨拶ししづらいいみたいな雰囲気出してるんですよねこれはねちょっと発見面白いところでがゆえに今の研修生とかにもっと自分たちの時代から変えていきたいもっと自分たちに来てほしいみたいなメッセージで熱くなって空回りみたいな回答だったような気も想像できました。 まあこういういの見れててかっったねってことが2つつ目目ですじゃあ3つ目最後ですね,、えー、とねこの最後この一連の内容を見て僕が思ったことっていうところと最後に福ちゃんが言ったところがちょっとお面白くてかぶるかなっていう感じですね、えーと。研修生実力診断テストっていうのは延期だったということで説明していてでこれを福ちゃんはクオリティアップの時間が増えて、えー、まあよりいい有意義な時間にしてくれればっていう意味で伝えてたと思います。 まあこれはポジティブな感じで,であとファンには僕この番組を通して彼女たちを応援してくれというメッセージも入ってるんですよね。で僕これ3つ目言いたいことと丸かぶりなんですけどこのクオリティアップの時間の増やし方っていうのがこれテレビとかで客観的に自分見ることができますよね。メンバー間違いなく放送見るじゃないですか。まあ、僕らと同じではない視点でね。でそれを福ちゃんは暗に言っている。でファンににととっってて今度は僕たちにとって この番組をを通ししてて彼女たちを応援してくれこれがハローのもともと持ってたここにはマッチングすごくできてるんですけど一個短所を言えばそこへの PR は弱い。PR とは何なんだろうと言ったら番組の宣伝も弱いしハロ,メンハロータ連中がどこまでこの番組というのにコミットメントしてるかと言ったらそこがちょっと分かりにくいところあるかもしれないですね。 まあ要は芸能というのは宣伝イコールで大体の分母が決まりますんで、まあ、その辺ブログなり何な,なりでもうちょっと他のメンバー気の利いた発信してもいいのかなあの取り上げてないわけじゃないよだけどももしそういうふうに実力診断テストを位置づけしていきキシモン・キちゃんが思っていたようなこと自分たちが研修生時代にねそういうところを改善していくんであれば これはもうハロープロジェクト総出でやっていかないといけないんじゃないかななんてことを想像しながら見ておりましたねじゃあこの辺が3つ目ですよでじゃあ来週は去年加入のフレッシュな研修生に密着とのことなんで、まあ、この今までの一連プラスアルファなところを知りたい人には興味が続いていくそんな感じだと思いますでまとめましょう「ハロードリ」はね研修生の素顔が見ええー、そこへ頑張りにそこへの頑張りに愛着が湧き で最終的には3つ目だねファンになった時に深みが出ること間違いなしこんな神番組ということにしますか今ですからで間違いないなと思います神番組とは自分たちがね今、まあ、おまけチャンネルであったりさまあ、様々か本人のビヨンズとかね自分たちのチャンネルで頑張ってはくれてるけど地上波でこういうふうにやってくれるっていうのは古い世代には意外とガガッとくるとかあるんでね うん、そこだということでございます。ね、じゃあ今そんな感じですけども火曜日ですから今日は僕ね翌日のこの8時半ぐらいに撮ってるんですけど良い,週週良い週末と言うとしちゃった良い平日を皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。じゃあチャンネル登録も先ほども言いましたけど是非ご協力ください。ではまた会いましょう国尾でした。